外務省によりますと、ロシア政府はおととい日本政府に対し、色丹島周辺の北の海域の日本の領海内で今月5日から20日にかけて射撃訓練を実施するとした通告を出していたことが分かりました。これを受けて昨日日本政府は、北方四島のロシアの軍備強化は我が国の立場に反するもので受け入れられないと、外交ルートを通じて在日ロシア大使館に抗議したということです。